ましょう。ひとまず害はなさそうだし。そうですね。他を探してみましょう、生命様。おなかいっぱい。命もいっぱいだにゃん。ゴロ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 。何かの骨みたいですね。一体進めば負けた。まだかすかに残っているみたい。これならいけるかも。 何をするつもりだ、ハル。この世に未練を残すものよ。どうかその声を聞かせて。その雀とは仲が良かった。ああ、わしもかつてはやんちゃで人を襲うような狂犬だったことも。ただ暴れていたわしに信頼と。 それが鈴音。あやつの信頼に応えるために、わしは自身を抑える術を磨き、良き鬼に生まれ変わった。大切な思い出なんですね。 食べられた？獣？そうだ！誰かに食べられたんでした。突然だったからあまり覚えてないですが。何でもいい。思い出してもらえないだろうか。琥珀じゃないですよね。あ、そういえば確か頭に尖った耳があって、 尻尾も二つありました。尖った耳。尻尾が二つ。やはり貴様が犯人ではないのか。違いますよ。それから、そうだ。やたらとニャーニャー言ってたような。陰陽師殿、わしは犯人に一人心当たりが。奇遇ですね。 琥珀もです。出てこい。そこの悪鬼を。バレてしまっては仕方ないにゃ。貴様が敵だったのか。<笑>その通りだにゃ。ニャンのお腹が空いてたところに道端で美味しそうに止まってるのが悪いでにゃ。貴様、よくも我が友を。 こうなったら証拠隠滅だにゃ。そこの美味しそうな人間もろともみんなにゃんが食べちゃうにゃ。生命様。分かっている。助太刀するぞ、犬神よ。かたじけない。陰陽。
Ça va quoi? Oh.